朝鮮民主主義人民共和国の軍人、政治家、北朝鮮労働党中央委員会常務委員、環境北道上津群鶴上面水指導で勤労の子として生まれた。本名は、金広志敬、家族と共に、真島に移住した。成長後、抗日パルチザン活動に身を投じ、1927年4月7日に、 朝鮮共産党海洋派に参加。1930年6月、一国一党原則に、基づき、中国共産党に入党。1936年8月、中国東北港日、貫根軍第三軍四市政治部主任、その後第三祖事軍第三軍政治委員、中共北万省一書記となる。しかし、日満軍系のパルチザン制圧作戦を逃れて、 ソ連に亡命した。1940年のハバロフスク会議頃に、金日生と合流し、共同旅団第三大体政治委員となる。1945年、金日生らと共にソ連軍に同行して帰国。朝鮮共産党中央委員会政治局委員を務め、1946年8月の北朝鮮道党第一回党大会に、 追い中央委員会常務委員会委員に選出。1947年2月、北朝鮮人民会議議員及び北朝鮮人民委員会副委員長に選出。1948年3月の第2回党大会において、党常務委員会委員に再選出。1948年9月、朝鮮民主主義人民共和国が建国されると、副首相兼産業省となった。 1950年6月25日の朝鮮、戦争勃発時には朝鮮人民軍、前線司令官に任命。それまで軍籍を持たなかった金作には、新たに中佐の階級が与えられたが、総参謀長、強権中将、第一軍団長、金尾少将、第二軍団長、根高キャン少将らを指揮する立場にあった。朝鮮戦争中の1951年に死亡した。 北朝鮮の公的な歴史では長らく戦死とされていたが、金日清が死の直前に交換した回想録、世紀と共にによれば、前戦式の激務による過労で心臓麻痺を起こして死んだとしている。北朝鮮の公的な歴史によれば、金日清の最も忠実な同志の一人である。死後、共和国英雄とされた彼の功績を称え、出身地に近い白津氏は、 1953年に、金策市に改名された。また、金策製鉄所、金策工業総合大学、金策軍艦学校も改名されている。1956年に設立された空軍の教育機関は、金策航空大学と命名された。人民軍第四不評師団は、このエソウル金策第四不評師団の称号を得た。金日成が1994年にした際、 金州参議事堂の執務室にあった秘密金庫には、金日成が普段の自分の考えを書き付けていたメモの他には、名優である金作と撮った写真一枚だけが残されていたという、金作の死を変死と捉える見方は根強い。練炭ンンガス中毒で自己死したとする説、前後の政治的な状況から北朝鮮内の権力構想に関連する政治的な暗殺とする説もある。 林委員は、金作が死ぬ前に、金日成と朝鮮戦争の責任に関して話し合っていたと言い,い、金日成による暗殺を疑っている。主英福、225ページ。ねなら、2018年3月23日閲覧。理想哲。記録、金正日、瀬戸際シナリオに逆らった、金日成自らは、スイス亡命準備していた。産経新聞。 http://www.sanki.com コロンススララッッシシュュ e スラッシュプレミアムスラッシュニューススラッシュ150210スラッシュ prm1502100002-n1.html2016 年4月5日閲覧。世紀とともに、第8巻、革命化金策より早し。ありがとうございます。